こんにちは、J1BJT です。8月23日金曜日です。明日、明後日、ハムフェア2024がありますけども、その前日ですね。少し前にこのハムフェアの話題をね、出したんですけど、3週間ぐらい前ですね。この時にですね、ハムフェアの実際の入場者数って結構少ないんじゃないですかみたいなことをね、ちらっと言ってたんですけども、明日ね、どのくらいの人が来るのかっていうのはね、結構気になってたりします。で、JALのハムフェア2024インフォメーションというページがあって、これはあんまり大きく更新されてないと思うんですけども、ここら辺にね、一般2000円 JAL 会員とかは1000円みたいなね、こういう案内があるとともに、会場が有明ジメックスっていうね、新しいところになるんですけども、そのあたりね、実はこの JAL のページよりもハムライフ JP さんのこのまとめたこの案内ページですね、こちらに書いているところをざっと読む方がね、分かりやすいような感じがします。こうやってね、写真も載っていて、バーっとね、イメージがつかみやすいんじゃないかなと思います。まあ明日の朝10時から17時、日曜日は10時から15時半ということになっています。土曜日に行かれる方が結構多いと思うんですけども、会場は有明ジメックスというところで、ビッグサイトの近くなんですけども、国際展示場ではなくて、有明テニスの森というゆりかもめで隣のね、駅が最寄りの駅だったりするんで、ちょっと行き方にね、工夫が必要なんじゃないかなと思います。ハムフェアのページの中にですね、会場の案内図っていうのがあって、これクリックするとね、こういうページが出てくるんですけども、もう会場の案内図、まあブースの番号と、あとこうリストがですね、載っているものがあります。ちょっとこれね、見るのなかなかね、小さくて見にくいんですけども、なんとなくこんな感じかなっていうことをイメージを持って現地に行くとね、分かりやすいのかなというふうに思っています。で、ここにね、QR コードがついてるんですけども、この QR コードを読み込むとどうなるかっていうとね、このハムフェア JP というこのサイトを読み込むみたいですね。ちょっとよく分かんないんですけども、サイトの URL とか書いてないんだけど、ここにね、こっそりやって、それを見るとここがね、リンクされるんですけども、これスマートフォンとかの表示だと、このサイドバーがね、消えてしまって、ちょっとね、見づらいかなっていうのがね、難点なんですけども、一応こういう二段構えになってるのが、公式ページと準公式ページなのかよく分かんないんですけども、そんな風になってるっぽいです。この会場の行き方がね、有明ジメックスっていうところがね、なかなか分かりにくいんですけども、新橋から東京 BRT っていうバスで移動することができます。有明テニスの森っていうのが最寄り駅なんですけども、この東京 BRT ってちょっとね、分かりにくい路線になってるんですよ。で、虎ノ門ヒルズとかってあるんですけど、実際これほとんど関係なくてですね、新橋と国際展示場とか、新橋と東京テレポート、東京テレポート行き、国際展示場行きっていうのに乗ると、有明テニスの森がね、手前で止まりますと。で、この豊洲市場前、道のテラス豊洲っていう豊洲行きみたいなのを乗っちゃうと、違うところを走って手前で止まっちゃうんでね、これ乗ってもね、仕方がないとかね。あと、こちらの晴海の方に行っちゃうのもあって、晴海の方に行っちゃうのも、これも違うところなんで、国際展示場行きか東京テレポート行きかっていうね、乗るしかないと。で、この本数がね、結構少ないらしいです。で、新橋のこのページを見てね、こうあるんですけども、新橋の JR の新橋であったり、都営浅草線とかの新橋であったりっていうところからね、こう地下通路ずーっと来て、汐留シティセンタービルのところのですね、この横にある、日テレとね、汐留シティセンタービルの間ぐらいにこれがあるわけですけども、エレベーターで上がってくると、こうね、乗り場があるみたいなことなんですけども、多分これね、地下通路歩いてるとわかるはずです。新橋の時刻表ってね、こうあるんですけども、この幹線ルートと言われている B05 国際展示場、 B06 東京テレポート行きっていうのに乗ればいいんですけども、こちらのね、晴海とか豊洲に行くやつはダメですよというふうになってます。で、こうやってね、見て、今これ平日になっちゃってるんですけども、これ平日じゃなくて土曜休日ですね。これで行った時にですね、例えば9時台ですね、9時台どうなってるかっていうと、道とかっていうのはダメですよね。これダメです。テレは OK と、道ダメ、国際 OK、 国際 OK、 道ダメ、国際 OK みたいなね、こんな感じになってます。で、この四角でかかってるのが連接バスって言われて、前と後ろの連結しているバスですね。乗車定員が多いものですけども、そんなに標準の時刻表だとね、走ってる本数は多くないみたいです。で、私の場合ですね、
ほとんどの人は10時開場に合わせてもう9時とかもうちょっと前の時間から並んでると思うんですけども、私の場合ゆっくり行く形になると思うんでね、だいたい現地には11時過ぎぐらいに到着するってことで、まあ、10時54分ぐらいのね、この新橋発のバスぐらいをね目指していければいいかなぐらいの感覚でいます。11時過ぎに現地到着してチケット販売並んで、まあ、11時半じゃ無理でしょうけども、まあ、12時前には会場に入りたいかなと、そのくらいの感覚でいます。でこの辺りなんですけども、国際展示場ですね、これの昔は、ビッグサイトってここら辺にあるんでね、国際展示場ってのは臨海線とかで大井町からピューっとね来れたりしたんですけども、ちょっとそこからだとね、国際展示場から一つ乗り換えてゆりかもめで一駅みたいなねものになるちゃうんでね、結構自分のとこからだとね少し行きづらい感じです。新橋から行くのが多分距離的にも短いし、まあ、バスの本数は少ないんですけども、きちんとねタイミング合わせていければ費用的にもね一番安いと思います。東京駅からこっち行く方法もありますけどね、都営バスで行く方法もあります。あとは豊洲からゆりかもめで有明テニスの森に行くっていうね方法もあると思うんでね、それはねどこから来るか次第だと思うんですけども、まあ、新橋とか来るんだったら、まあ、BRT 使うっていうのはね結構面白いんじゃないかなというふうに思います。これはね距離的には最短だと思います。でこちらの会場案内図なんですけど、ちょっとねここで説明するの難しいんでね、実際に、ね、プリントアウトしたものをねお見せしながらお話ししようと思います。これねプリントアウトしたものに自分で書き込んだものなんですけども、自分が行こうと思ってるとかどこかってとこですよね。これまあリストがあって会場があってってなってるんですけども、ここにメインゲートがあって、まあ、JAL 関連があって、まあ、ここにねジャイアのメーカーブース、八重洲無線があって、まあ、CQ オムさんがあって CQ 出版さんがあってとかね、あとコメントさんがあったとか、こんな感じになってるんですけども、まあ、一般ブースはね結構いろんなところにね分かれてます。私の場合ね多分行く予定のところっていうのは基本的にはね全部ザーッと見る予定なんですけども、顔を出そうかなと思ってるのはポータですね。ポータのブースがここら辺にあります。 C136 かな、ポータですね。あとソータはここにあります。 C14 ってところにあります。まあ私ただ単なる一般参加者ですけども、ポータとソータは一応今回のハムフェアの出展に際してドネーションを募ってたんでね、最低限の一口ずつですけども、ソータとポータには、ドネーションしてますんで、一応なんでしょうね、そんな感じでね関わりがあるんでね行こうかなというふうに思ってます。あとは所属している、まあ、形式所属の幽霊部員的なもんですけども、 A1 クラブですね。 A1 クラブこちらに出てるんでね、 A1 クラブもちょこっとね覗きに行こうかなと思ってます。あともう一つはですね、ここですね、 Mac ですね。 Mac で楽しむっていうね、そういうハムっていうのがあるんですけども、これ昨年の2023年には私も原稿ですね、文字ばっかりなんですけども、ちょこっとね一本だけ記事出したんですけども、今年は直接関わってないんで2024年版の方には寄稿とかですね記事はね書いてないんですけども、 Mac の話が出ているね小冊子を販布される予定なんでね、確か、販布価格今年200円かな、一部200円で2024年版も販布される予定なんでね、ここちょっとね顔出そうかなと思ってます。あとは個人的に気になってるところ、多分買えないと思うんですけども、AKC さんですね、アマチュアキットクリエイターズ、こちらの方ね、まあ多分大体もう売り切れてるだろうなと思いながらね、ちょっと何が出てるかなっていうのをちょっとね覗きに行くっていうのと、あと SUR ですね、この、工房さんですね、電源出してるところだと思うんですけども、こちらもねいつもね見るだけでね買えてないんですけどね、ちょこっとね覗きに行こうかなと思います。あと多分ソータとね類似系になると思うんですけどね、ヤマト無線とかね、この辺りもどんな展示があるのか気になってるんでね、少しね見ようかなというふうに思ってたりします。まあ、ほとんどねメーカーさんのブースは全部回るっていうのと、あと一般ブースもざーっとね一通り全部眺めてみて、気になったところがあったらね、ちょっとこう、もしかしたら動画撮っても大丈夫そうだったとかだったら動画撮ってくるかもしれないです。あとは、JAL のブースの中にあるみたいなんですけども、WLTC2026 っていう、こういうブースが出てるんですよね。これ多分ね、ポータとかでよくお世話になっている JJ1 DQR さんとかね、いらっしゃると思うんですけども、まあそこにですね、
タイからチャンプさんもいらっしゃってるっていうことらしいんでね、ちょっとね、ここだけね、直接面識ないんですけどもね、もしいらっしゃればご挨拶に伺いたいなと思ってたりします。先日の、N5J ですね、40メーターバンドの CW リモートオペレーターでね、実は更新していただいたのがね、チャンプさんなんだね、日本にいらっしゃってるらしいんでね、ありがとうございましたってね、お礼だけね、言いに行こうかなって思ってたりします。まあそんなところでしょうか。まあ今年はなんかサテライトステージっていうのがあって、いろいろあるみたいなんですけども、この中に確かね、土曜日の3時から3時半だったかな、N5J の、話、スーパーフォックスモードについてっていうものね、あるらしいんでね、そこもね、もし時間がね、うまくタイミングが合えば、それも聞いてみたいかななんて思ってたりします。そんなところでしょうか。まあ、サテライトステージでいろんな方がね、個人で、発表されたりするのあるみたいなんでね、気になる方は、ハムフェア JP のサイトとかね、ハムライフ JP さんとかでも載ってると思うんですけども、まあ、時間割を見て気になるものがあれば聞きに行った方がいいんじゃないかなと思います。まあもちろんね、こちらイベントコーナーでやってるメインの方のメインの公演もあると思うんですけども、このサテライトステージの公演ってもね、結構面白いものがあるんじゃないかなというふうに思います。で、私ね、土曜日だけしか行かないつもりなんでね、ちょっと日曜日は聞けないんですけどね、日曜日、まあ、も、までいろんなものがあるみたいなんでね、2日間参加される方も結構いらっしゃるんじゃないかなっていう気はしています。ということで、プリントアウトして書き込んでいくとね、なんとなくわかるんですけどね、画面で見てるだけだとね、ちょっとわかりにくいんでね、そんな説明をしてみました。まあ、私、ぐるぐる回ってるだけで、どこかのブースにずっといるってことはないんでね、たまたまどっか休憩してるところとかね、またどっかのブースのあたりをフラフラしてるっていう時に見かけたら声をかけていただければというふうに思ってたりします。普段あんまりね、顔出ししてないんでね、わかんないと思うんでね、ですけども、まあ動画よく見てる人であればね、いつもよく移動運用に行っているザックですね、青っぽいドイターの25リッターぐらいのね、バッグを背負ってね、フラフラしてるおじさんだということでね、わかるかもしれません。はい、そんなところです。ということで、ハムフェア2024、明日明後日ですけども、行かれる方はぜひ楽しんでいらしてください。東京とかにはね、なかなか遠くて行けないですよっていう人も結構いらっしゃるんでね、なかなか言いにくいんですけども、行ける人だけでもね、楽しんでください。で、行けない人には、僕だけじゃないと思うんですけどね、公式も多分動画を出すと思いますし、他の方もね、結構ハムフェアの動画上げる方いらっしゃると思うんでね、そういうので楽しんでいただければと思います。ということで、J1BJT でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。